タルミ鉄道 DB1 元ト駅上岡鉄道 DB1 系ディーゼル機関車はかつて上岡鉄道で運用されていたディーゼル機関車である。一両のみのみ存在した。現在はタルミ鉄道の除雪用モーターカー DB1 として運用されている。心臓後、上岡鉄道で運用された最初の1年は車席を有していたため、ここでは タルミ鉄道 DB1 型としてではなく、鉄道車両として運用されていた上岡鉄道の DB1 系ディーゼル機関車として記述する。1984年に富士中工業で製造された突径ディーゼル機関車であり、同年11月から上岡鉄道で運用された。除雪時には片側に排雪板、片側にロータリー式の除雪装置を装備し、 ラッセル車とロータリー車の両方の機能を持つ。ロータリー式の除雪装置の動力は、機関車走行用機関とは別に、SMA1 系ディーゼルエンジンを一機、用いる。1985年に除雪され、機械扱いの除雪用モーターカーとなる。2005年12月から翌年1月の豪雪のため、タルミ鉄道、タルミ線の山間部を中心に1メートル以上の積雪により、 18日間運休となる。そのため国土交通省から除雪車の導入などの改善を求められる。そこで2006年12月1日で廃止される予定の神岡鉄道から除雪用モーターカーの DB1 型を譲り受けることになり2006年11月17日よりタルミ鉄道での運用が開始される。翌年に正式に購入する。現在も車体の色は 神岡鉄道当時のままである。ありがとうございます。